き。今日は婚約者さんを紹介してくれてありがとう。すごく楽しかったよ。こちらこそ、今日はありがとう。私、婚約者を友達に紹介するって初めてだったの。だから変に緊張しちゃった。なんかごめんね、無理って会わせてもらって。でも友達が結婚するって言うからさ、ここはやっぱり友達としてどんな男か見ておきたいじゃん。変な男だったら結婚止めなきゃ的な。何よそれ。まあでもすごく優しくて素敵な人だったね。しかも仕事は銀行マンで手堅いし。美月がゲットしたにしてはいい男じゃない？ありがとう。でいいのかな。結婚式にはゆいのことも招待するからさ、もしよかったら出席してよ。え、結婚式？美月たち挙式するの？実はついさっき予約していた式場から連絡があったの。キャンセルが入ったらしくて、第一希望日で挙式可能ですって。電話でそのまま申し込みしたから3ヶ月後には挙式できるかな。え？だからゆいももしよかったら来てよ。私と大好きな挙式ぜひお祝いしてほしいな。え？え、なんか問題あった？問題っていうか、あのさ、希望日に結婚式なんておめでたいことだけど、3ヶ月後ってちょっと早すぎじゃない？もう少し考えた方がいいと思うんだけど。考えるって何よ？披露宴もなしでシンプルな挙式だけにするつもりだし、別に3ヶ月でも余裕でしょ？その反応、やっぱり気づいていなかったのね。え？みつき、あんたの彼、今日一日やたらと私のことを見ていたじゃない？え？それは向かい合って座ってるし、どうしても視線は合うものでしょ？何言ってるのよ。そうだとしても視線が合いすぎてたと思わない？っていうかずっと私を見つめていたわよ。え？こんなこと言うのもあれだけど、婚約者の大輔さん、もしかして私に惚れちゃったりしてないかな？え？一応今日は隣に美月もいたし、私は一切気づいてないふりしておいたよ。でも大輔さんの今後の動きには要チェックだね。結婚式とかで浮かれるのもいいけど、彼に捨てられないように気をつけた方がいいよ。とりあえず助言ありがとうって言っておくべきなのかな。でも大丈夫だよ。大輔がゆいに惚れるとか絶対にありえないから。何言ってるの？世の中には絶対はないんだよ。え？もう毎回毎回困っちゃうよね。私昔からなんでか友達の彼氏にモテちゃうんだよね。え？そのせいで別れたカップルは山ほどいるの。だから美月も怒れてばっかりじゃなくて、ちゃんと気をつけてね。じゃないとせっかくの彼に逃げられるかもよ。それじゃ無事に結婚できることを祈ってるよ。それと結婚式には行けたら行くから。美月ちょっといい？今日会った子のことで話があるんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、まさか気になってるとか言わないよね？え、なんでそれ。そんなことあるわけないだろ。相手は婚約者の友達だぞ。美月は俺がそんな不誠実なやつに見えるのかよ。ごめん、そういうつもりではないんだけど、ちょっとタイミング的に身構えちゃってさ。タイミング？よくわかんないけどさ、とりあえずゆいちゃんの連絡先ってブロックしても大丈夫？ちょっとしつこくて俺が苦手なタイプなんだけど。待って、大輔とゆい、いつの間に連絡先交換していたの？え？今日の帰り際に交換したぞ。それにお前から事前に許可もらってるってゆいちゃんから聞いてたんだけど。え？あ、そういえば連絡先交換するとき、美月は確かトイレに行ってたっけ。俺とゆいちゃんが2人で店の外で待ってるときに、みつきちゃんから頼まれたから連絡先を交換したいんだけどって言われたぞ。私に頼まれて？何よそれ。そんなのゆいに頼んでないわよ。そうなのか。なんか会った時用に繋がってくれてると助かるって言われたって、そうゆいちゃんが言ってたんだけど。なんか会った時ってどんな時よ。俺もわかんないよ。でもみつきが言ったならと思って交換したんだ。私本当にそんなこと言ってない。そもそも友達に彼氏のことを話すのも好きじゃないし、今日だってゆいがどうしてもって言うから大輔のことを紹介したようなものなのよ。そうなの？じゃあもうブロックするわ。
さっきからお誘いラインがしつこいんだよね。え？いいドレスがある式場を知ってる。もう式場を決めるの早いから一旦二人で見に行こうって、すごくしつこいんだよね。え？そんなの必要ないし、もう美月の希望の式場に本申し込みだってしたのにさ。ちょっと待って、嘘でしょ？ゆいのやつ、大輔と二人で出かけようとしてるの？こんなことを言いたくないけどさ、美月とゆいちゃんって本当に友達なの？友達ならこんなことしないと思うんだけど。一応は友達だと思ってるんだけどな。小学校から大学まで一緒で腐れん的な友達だけど。でも今ので完全に思い出したよ。あの子、高校の時に友達の彼氏を奪ったことがあるんだったわ。あ？私とゆいの共通の友達がいたんだけど、その子の彼氏がある日突然ゆいと付き合い出したのよ。友達は彼氏を奪われたって言うし、ゆいは勝手に惚れられただけで奪ってないって言うし、当時はかなりの修羅場だったのよね。なんだよそれ、絶対にやべえやつじゃん。当時は LINE なんかなかったし、どっちの言い分も証拠がないからうやむやに終わったんだよね。その友達も高校卒業後は疎遠になったから、今まで忘れてたよ。いや、それ絶対奪ってるだろう。俺にも変な LINE してくるような子だぞ。絶対にその時も友達の彼氏を奪ってたって。私も今回の件で確信したよ。とにかくゆいの連絡先はブロックしておいて。怖すぎて即ブロックしたわ。俺マジでそういう女の子は無理なんだよ。私もあの子のことをちょっと付き合いを考え直すわ。結婚式の招待もやめておこうかしら。もう絶対その方がいいぞ。っていうか頼む、俺のためにも招待しないでくれ。わかったわ。それじゃあ今日は本当にありがとね。変な子に付き合わせてごめんね。みつき、ちょっといいかな。私ね、みつきに謝らないといけないことがあるの。大丈夫だけど、どうしたの？実は私ね、あなたの彼氏と結婚することになったの。え？本当にこんなことになってごめんね。でも人の気持ちはどうやっても変えられないものでしょ。だからみつきにはどうか分かってほしいの。あの、ちょっと待って。まだちゃんと説明してくれる？私の彼氏って大輔のことだよね。ゆい、大輔と結婚するの？そうなの。え？ほら、この間みつきは大輔さんに会わせてくれたでしょ。実はあの後連絡先を交換していたの。それで何回かやりとりしてたんだけどね、ある日急に言われたの。もうこういうのはやめにしようって。うん、それで？それで、だから結婚するんだよ。え？だから、どういうこと？こういうのは闇にしようって言われたんだよね。なのにそれがどうして結婚するってことになるっていうのよ。みつき、わからないの？この関係を闇にしようって言ったんだよ。それってつまり堂々と私と付き合いたいってことでしょ？は？みつきに隠れてこそこそ LINE する関係はもう嫌。私と堂々と付き合いたいってことじゃない。は？それで私ね、たくさん考えて覚悟を決めたの。友達を失うことになるかもしれないけど、それでも彼の気持ちに応えたいって思ったの。は？だから私、大輔さんと結婚するから。私は彼の気持ちに応えるの。それ本気で言ってるの？本気で私の彼氏と結婚するつもりなの？こんなことを美月は信じたくないよね。結婚式場だってもう決まってるのに。でもごめんね、カディはもう私と結婚するつもりなの。こないだなんて市役所前で偶然会ったの。大輔さん、私のための婚姻届をもらいに行ってくれてたみたいなの。は？私びっくりしちゃったよ。彼がそこまで早く私と結婚したいなんて。だから私も大輔さんのその気持ちに早く応えてあげたいの。は？せっかくの婚約者さん奪ってごめんね。でももう彼は私に夢中だから諦めてね。夫が隣で爆笑してるんだけど。え？なんかもう涙流して笑ってるんだけど、お腹つりそうだってヒーヒー笑ってるんだけど。え？で、誰が誰に夢中だって？悪いけどもう一度言ってくれない？
だから大輔さんが私に夢中なの。私の隣で涙流して笑ってる大輔が、今日だって私のドレス選びに付き合ってくれた大輔が、そんな大輔がゆいに夢中だって。私のために婚姻届けって言ってたっけ。悪いけどその婚姻届にサインしたのは私だから、浮かれてるところ申し訳ないけど、もう彼は私の夫なのよ。ちょっと待って、夫って、もう結婚しちゃったの？役所に婚姻届も出しちゃったの？二人で出したよ。そして先週から一緒に住んでるの。楽しい新婚生活を送ってるわ。今日も私が作ったご飯を食べて、一緒に仲良くお風呂も入って、そして今は私の隣で大輔をお腹抱えて笑ってるよ。こんなヤバい女見たことない。今すぐにちゃんに書き込みたいって笑い転げてるよ。市役所で偶然会った？違うでしょ、あんたが彼のことをつけてただけでしょ。私がそんなことするわけないでしょ。私と大輔さんは運命の赤い糸で結ばれてるの。だから偶然会えたのよ。大輔が隣で教えてくれてるよ。ずっと視線を感じて振り返ったら、ものすごい笑顔のあんたがいて話しかけられたって。叫ばないようにするのに必死で、つい婚姻届をもらいに来たって言っちゃったって。そんなホラーな感じで言わないでよ。大輔さんは笑顔で私とお話ししてくれたもん。婚姻届も絶対に私のためにもらってきてくれたんだもん。残念でした、私のためです。そしてそんな大輔からゆいに伝言よ。誰が友達の男を狙うような女に惚れるかよ。鏡見て手直してこい。少年の悪さが顔に出てるぞ。だってさ、言われなきゃいけないのよ。まあ嫌味の一つも言いたくなるでしょう。ブロックしたつもりがまさかプロポーズ扱いになってるなんて、大輔にとってはいい迷惑でしょ。迷惑って何よ。美月と結婚するより私と結婚した方がいいでしょ。私の方が何倍も可愛いのよ。は？別にいいわよ。私だって大輔さんに本気じゃなかったし、なんだったら本命の彼氏が私にはいるし、勝手に二人で結婚でもしていれば全然私には問題ないから。うっそ、あんた彼氏いたの？それで友達の男と結婚しようとしてたなんて、ますますないわ。ちょっといい男だなって思っただけだもんね。別に私のタイプなんかじゃなかったし、本気で結婚しようなんて思ってないわよ。だからどうぞお幸せに。友達を笑い物にするような奴らなんて、どうせろくな結婚生活も送れないんだから。あんたに言われたくないの。人の婚約者を奪おうとしたくせに、そのうち絶対本命の彼氏さんにも捨てられるわよ。そんなのありえないわよ。私が彼に捨てられるなんて絶対にないから。あら、世の中に絶対はないんじゃないの？うっせえバカ。もういいよ、こうなったら私は絶対にあんたたちの結婚式なんて行かないからね。私のこと絶対に招待するんじゃないわよ。こっちだって頼まれたって招待しないわよ。私の結婚式も招待してあげないんだからね。あんたたちの数倍豪華な結婚式あげてやる。でも絶対に招待してやらないから。こちらとしても助かるわ。あんたみたいな最低女にご祝儀なんて出したくないしね。あんたのご祝儀なんていらないくらいにすごい稼ぎのある人が私の本命彼氏だもんね。あんたたちよりも絶対に幸せになってやるんだから。お願い助けて、ニスキ、私たちって今も友達の味だよね。え？今すごくやばいことになってるの。私このままじゃ貯金も仕事も失うかも。状況がよくわかんないんだけど、別にそれぐらいどうってことないでしょ。あんたには稼ぎのある婚約者がいるんだし、別に貯金も仕事も失ってもいいんじゃない？何言ってるのよ。その結婚が白紙になるのよ。その上で貯金も仕事も失うかもしれないのよ。一言だからって適当なこと言わないでよ。え、みつき覚えてる？高校時代のなこちゃん覚えてる？私たちの共通の友達なんだけど。え、なこちゃん？なこちゃんってあの子よね。あんたが彼氏奪った疑惑のなこちゃんだよね。そのなこちゃんがね、私の本命彼氏の妹だったの。え、せっかく彼氏にプロポーズしてもらったのに、こないだご実家に挨拶に行ったらなこちゃんがいてさ、高校時代のこと全部彼と彼のご両親の前でぶちまけられたの。わあ、それはなんて悲惨なの。
覚えてるかな。当時は証拠もなくて私が彼氏を奪ったかどうかってうやむやになって終わったでしょ。ねえ覚えてるわ。でも去年のダンサー会に2人とも参加してたみたいでさ、そこで彼から当時のことを懺悔されたって、私から全部誘ったことを全て聞いたって。嘘でしょ。そんな楽しい同窓会なら行けばよかった。そういうことじゃないでしょ。そのせいで私結婚の話が破綻寸前なんだよ。あれでもおかしくない？破談になるだけなら貯金も仕事も関係ないよね。今回は誰かから奪ったわけでもないでしょ。奪ったの？え？それが実は奪ったの。本命の彼氏にはすでに婚約者がいたんだけど、私が奪ったの。え？なんとか二人で飲みに行く約束して、それでその妊娠したって嘘ついたの。あんたなんてことしてるのよ。だって結婚したかったんだもん。めちゃくちゃ稼ぎもいいし、彼と結婚したら絶対に幸せになれると思ったんだもん。はぁ？彼もあたり信じてくれたし、なんだったら元カノへの婚約破棄の慰謝料は彼が私の分も全部払ってくれることになっていたの。でも猫ちゃんが全部バラした上に。本当に妊娠してるか絶対に調べた方がいいよ。って余計なこと言い出して。あんた大ピンチじゃないの。だって妊娠明日なんだよね。そうだよ、大ピンチだよ。彼からはもし妊娠が明日だったら訴えるからな。で、元カノへの慰謝料も全額私が払えって、その上で彼にも慰謝料払えって、こんなのってひどいよね。いや誰だってそうなるわ。しかもね、もうどうしようもないから会社にね、私給料前借りできるか頼んでみたの。そしたら勤務態度が悪いからこの際解雇を考える。なんかもうすごい不幸の連鎖ね。だからお願い、もう私が頼れるのは美月しかいないの。私たち友達だよね、助けてよ。誰があんたと友達よ。私はもうあんたとは絶交したつもりだから。そんなこと言わないでよ。お願い助けて、お金を少しでもいいから貸してちょうだい。私貯金も仕事も失ったらどうしたらいいかわかんないよ。とりあえず誰にも迷惑をかけずにまっとうに行きなさい。まずはそこからでしょ。それじゃあね。え、ちょっと待ってよ、友達にかける言葉がそれだけ？え、嘘だよね。やれ、もしかしてブロックした？え、ねえ、お願いだから私を見捨てないでよ。それからほどなくしてゆいは会社からリストラされました。どうやら社内の既婚男性や彼女のいる男性ばかりを狙って声をかけまくっていたらしく、そちらに夢中で仕事はほとんどしていなかったんだとか。かなり会社側もゆいを持て余していたようで、ゆいのリストラは社内のほとんどの社員から喜ばれたそうです。そしてそんなゆいは嘘の妊娠もすべて本命の彼氏さんにバレてしまい、貯金すべてを失って実家に戻ったようです。ちなみに私はこれを機に高校卒業以来疎遠だったなこちゃんとの交流が復活し、今度の結婚式にも来てもらえることになりました。カズマ、大学卒業おめでとう。お母さん嬉しいわ。あなたが立派に大学を卒業してくれるなんて。すいません、どちら様でしょうか。え、ちょっとカズマ、あんた母親のこと忘れたの？お腹を痛めて産んだあなたのお母さんよ。ああ、俺を捨てた生みの親でしたか。約10年ぶりですね。今さら何の用ですか？用ってそんなの、あなたの大学卒業祝いしかないわよ。私知ってるのよ。あんたハーバード大学を卒業したんですってね。どうして俺を捨てたあんたがそれを？やっぱり私の DNA のおかげかしらね。嬉しいわ、息子がハーバード大学卒業だなんて。お母さんね、もう嬉しくてご近所さんに自慢しまくりよ。捨てた息子のことをよく自慢できるな。ご近所さんにね、息子が東大に通っているって自慢してくるババアがいるのよ。おうおう、あんたもババアだぞ。もう本当に自慢ばかりでムカついてたんだけど、あんたのおかげでついに言いまかしてやったわ。私の息子はハーバード大学卒業ですけどって言ってやった時のあの顔、今思い出しても笑えるわ。なんてつまらない意地の張り合いを。本当にあんたは自慢の息子だわ。海外生活が長くて日本食が恋しいでしょ。お母さんがいっぱい和食を作ってあげるからね。それでご近所さんに卒業証書を見せてやってちょうだい。あいつら私が嘘をついているって疑っているのよ。
あんたの手料理なんて食いたくもないし、これはあんたの自慢道具じゃないぞ。ご近所さんには捨てた息子の話をしてごめんなさいとでも言っておくんだな。え？私のところに帰ってきてくれないの？お母さん知っているのよ。あんたもう帰国しているんでしょ？俺が帰るのは育ての親のところだよ。あんたが俺を施設に捨てた後、里親として俺を迎えてくれた自慢の両親たちさ。出産の痛みも知らずに私の息子を横取りした人たちね。そんな人のところには帰らなくていいわ。私がカズマの実は母親なんだからね。何が横取りだよ。あんたが自ら進んで俺のことを捨てたんだろうが。捨ててなんかいないわ。あれは私なりの教育だったの。私がカズマを捨てたおかげであんたはハーバード大学に行けたのよ。は？私があんたを捨てたのはちゃんと理由があるの。中学のあんたはテストで0点ばっかりだったでしょ。お母さんが何を言っても勉強しないから捨てたの。これはお母さんの捨て身の教育なのよ。捨て身の教育？私に捨てられてショックで勉強するようになったんじゃない？つまり私のおかげで成績が回復したの。これはそういう教育方法なのよ。へりくつ言うなよ。俺は知ってるんだからな。あんたが親戚にアホの子供に払う学費や生活費がもったいないって言っていたの。え？知っていたの？その3日後には俺を施設に入れただろうが。明らかにアホの子供がいらなかっただけだろ。違うのよ。それをわざと聞かせたの。そうよ、わざと聞かせることが私の教育方法の一つなの。ちょっと何言ってるかわかんない。わざと暴言を聞かせる、これも使えるわね。私の教育本に記しておきましょう。は？教育本？実はお母さん教育本を書こうと思うのよ。ハーバード大卒を育てたママの教育法。どう？いいタイトルだと思わない？誰も買わないよそんなの。あんたがしたことは俺を捨てたことだけだろうが。そんなことないわよ。ご近所さんにね、出版社にお勤めの方がいるのよ。その方に相談したら結構いい感触だったのよね。教育系の本は今とても人気で売りやすいんですって。初版から重版できちゃったりして。大事な紙資源を無駄遣いするんじゃない。ゴミを作られた地球の気持ちを考えろ。ゴミなんかじゃないわ。私の書いた教育本が売れて、私は教育ママとして人気になるの。テレビにも出て講演会もして荒稼ぎよ。もちろんあんたも一緒に出させてあげるわね。誰が出るか。あんたの教育法なんてろくなものがないだろうが。俺の中学時代にしたことを忘れたのか。だから捨てたのはわざとなんだってば。それ以外にもだよ。テストで100点取ってきても次は200点取ってこいとか意味不明なことしか言わないし、テストは上限100点だっつーのは。そんなことないわ。全力でやれば200点も取れるわよ。その上まだ義務教育も終わってない中学生にセンター試験で1位取ってこいとか、もうわけわかんないだろうが。そりゃやる気なくしてテストで0点取るわ。これも全部お母さんなりの教育法なの。全部お母さんの方に書くんだから。やめろやめろ、世間から大バッシングされるのがオチだぞ。そんなわけないわ。私は教育ママとして成功するの。テスト0点の息子がハーバード大学卒業よ。教育ママとして本を書いて印税生活してやるわ。俺が書いたバカな親から離れる方法、本日発売です。え？いかに生みの親がヤバかったか書いた俺の本だよ。あんたのこともたっぷり書いてあるからな。それでも読んでいかに教育ママとかけ離れているか理解するんだな。カズマ、あんたお母さんより先に本を出したの？どうするのよ私の教育ママ計画が。もうすでに感想を書いてくれた人もいるぞ。こんなアホな親初めて見た。親がアホだと子供が苦労するって本当なんだなってさ。世間にはアホ親だと認知され始めているぞ。やめてよ、私はご近所の方から尊敬されているのよ。最近じゃハーバード大に入る方法を教えてくださいって質問されることも増えているんだから。じゃあ俺が書いた本をいくつか送るよ。ご近所さんに配ってあげて。配るわけないでしょそんな本。なんで？あんたのことを丁寧に書いてあげているのに。あんたが俺に言った暴言や行動は全部書いてあるよ。これに書いてあることが私の教育方法ですって配りなよ。そんなことしたら赤っ端じゃないの。ひどいわこんなの。あんたがバカだからいけないのよ。あんたが最初から優秀だったら私だって捨てなかったのに。俺は最初からずっと優秀だったよ。あんたに見せていた答案は全部偽物だったし。え？偽物？あんたから離れたくて考えた俺なりの方法だよ。俺がどうしようもないバカだと分かったら俺への過剰な期待も干渉もなくなると思ったんだ。
このことも俺の本に書いてあるからぜひ読んでみてね。偽物の答案って何よ。あれはどこからどう見ても本物の答案だったわよ。先生に頼んで回答用紙のコピーをもらっていたんだ。あとは適当に0点の回答を書いて先生の筆跡に似せて採点しただけだよ。あんたそんなことやっていたの。効果てきめんだったよね。まさか捨てられるとは思っていなかったけど、あんたと離れることができて本当よかったよ。そんな風に親を騙すなんて。あんたの DNA があるからかな。私は誰も騙したことはありません。ありもしない教育本を作ろうとしているだろうが、バカな息子はとっとと捨てて、優秀だと分かったら手のひら返し。これでもう一冊書けそうだな。そんなのダメよ。ああ、そうだ、もし本の売り上げがこのまま好調だとテレビ出演もあるらしいんだ。因縁の母親と再会みたいな番組なんだけど一緒に出る？出るわけないでしょ。そんな番組出たら終わりじゃないの。近所のババアが私のことを嘲笑う顔が想像つくわ。ああ、せっかくテレビ出演のチャンスだったのに。もっとマシなテレビ番組持ってきなさいよ。私が脚光を浴びるようなやつ、ハーバード大卒の息子を育てた美人ママ特集みたいなやつ。そんな番組に誰もスポンサーつかないよ。それじゃあもう切るね。帰国後すぐで少し時差ボケが残っているんだ。え、ちょっと待ってよ。育ての母さんの手料理食べて回復しないと。それじゃあね。待って、料理なら私が作って持っていくわ。ほら、カズマとお母さんの思い出の味、成績爆上がりのサバ缶サンド。サバ缶にサバ缶を挟んだただのサバ缶だろ。魚を食べると頭が良くなるの歌にもあったでしょ。じゃああんたが自分で食べた方がいいな。その頭少しでも直した方がいいぞ。私はいいのよ。あんたの家に今から持っていくからね。え、俺の家？そんなことも調べたのか。ふふふふ、母親の執念を甘く見るんじゃないわよ。カズマが本を出した出版社についさっき電話したの。いつの間に。母親だからカズマの住所を教えろって怒鳴り込んだわ。いろいろ渋っていたけど教えてもらったもんね。ああ、後で担当さんに謝罪しないと。さ、今から行くわね。お母さん特製のサバ缶を食べながら今後の打ち合わせをしましょう。私がいかに教育ママとして成功したかの打ち合わせをね。誰がするかそんなもん。嫌がってももう遅いわよ。だって住所はもう知ってるんだからね。ああ、来れるもんならその住所に来てみろよ。警察署行きの住所にな。え、ハーバード大卒も伊達じゃないんだよ。あんたが出版社に怒鳴り込むことも想定済みなわけだから、担当さんにはもしもの時は警察の住所を伝えるようにお願いしてあったんだよ。そうなの。担当さんもそんなこと起きるかなって笑っていたな。俺の読み通りになってびっくりしてるだろうな。それじゃあ本当のあなたの住所は？元いた施設に問い合わせたらわかる？わかるわけないだろ。そんなのダメよ。私が教育ママとして稼ぐためにあんたが必要なの。ハーバード大学の肩書きを貸しなさいよ。私はあんたの生みの親なのよ。俺と同じ DNA が流れている親だもんな。なら俺でも行けたハーバード大学ぐらい自分で行けるんじゃない？え？年齢制限もないし、今から勉強頑張りなよ。あんたにはオリジナルの教育方法があるだろ。わざと捨てることで勉強に力を入れさせるんだっけ？じゃあ俺があんたのことを捨ててあげるからさ。ちょっと何言ってるのよ。お母さんはもう年なのよ。勉強なんて今更できないわよ。大丈夫、大学院には60代の人もいたし。え？それじゃ俺はあんたのことを捨てたつもりでいるから。と言っても子供の頃にすでにあんたに捨てられているんだけどな。この連絡先も変えるし、二度とあんたと関わるつもりはない。子供に捨てられた気持ちになって勉強頑張ってね。カズマさんの母親はなぜか出版社の人に教えられた住所に向かい、警察署で息子に会わせろ、この本を書いた男の母親だと暴れたそうです。そして警察の方には熱狂的なファンのストーカー行為として対応されたんだとか。それっきり母親からカズマさんへ連絡はなく、カズマさんは教育科学者として多方面で活躍しているようです。ちょっとアイカ、今いいかしら？急ぎの話があるんだけど。え、どうしたの？なんかあった？あのね、ちょっと急いで確認したいことがあったのよ。あんたの旦那のユージさんなんだけどね、最近転職したって言ってたわよね。転職っていうかもう数年も前だけどね。あら、そうだったかしら？
それでその転職先なんだけど、どこの会社に転職したのかしら。確かそこそこ大きい会社に転職したって話だったわよね。まあそうだね、大手の緑建設に転職したし。緑建設？あらやだ、平均年収1200万ってネットに出てるじゃない。しかも何福利厚生をバッチリで年間休日150日。まあものすごくいいところじゃないの。急にどうしたのよ、そんなことを聞き出すなんて。ちょっと確認したいだけよ。ゆうじさん年齢はまだ30代だったよね。それにご実家は都内だし、次男だし。うん、全部要件満たしてるわね。要件？本当にこれ一体何の確認なの？質問の意図はよくわからないんだけど。実はリナの結婚相手を探しているのよ。それで姉であるあんたの旦那さんがいいかと思ったの。はい。リナがついに結婚したいって言い出してね。それで今お父さんと急いでお見合い相手を探してるところなのよ。うちの可愛いリナの旦那さん候補ね。けどなかなか条件の素敵な男の人が見つからなくてね。そしたらリナが言うのよ、お姉ちゃんの旦那さんと結婚したいってね。はあ？結婚式で初めて見たと思うんだけど、結構彼の外見が好みだったんですって。それで中身やその他の条件は大丈夫か知りたかったのよ。いろいろと教えてくれてありがとうね。ちょっと待ってよお母さん、だから何言ってるの？ツッコミどころが満載なんだけど。あら、どこらかしら。全部だよ。妹リナは結婚したがってるのは別にいいけどさ、なんでそこで姉の旦那を狙っているのよ。しかもお母さんたちも普通に受け入れてるってかなりやばいでしょ。リナもお母さんたちも頭おかしいよ。まあ親に向かって頭おかしいなってひどいわね。可愛い娘には理想の人と結婚してほしいじゃない。私もお母さんたちの娘の一人なんだけど。なのになんで姉の旦那を妹をリナに差し出そうとしてるのよ。そりゃあんたも娘だけど、可愛い妹をリナがあんたの旦那さん欲しがってるのよ。あなたお姉ちゃんなんだし、ここは優しい心で譲ってあげてもいいじゃない。はあ？それにきっとユージさんだって、どうすなら若くて可愛いお嫁さんが欲しいはずよ。その点リナならぴったりよね。もう天使のように可愛い女の子なんだから。悪かったわね、私は天使のように可愛くなくて。それじゃあ早速お見合いの日程を決めてくるわね。ユージさんにもよろしく伝えてちょうだい。ちょっとリナ、これは一体どういうことなの？お母さんから私に連絡あったのよ。ユージを妹をリナに譲ってあげなさいって。一体どういうことか説明しろって言ってるのよ。ウケる。お母さんたらもうお姉ちゃんに連絡したんだ。超行動早くて爆笑なんだけど。ほんとお母さんたちって相変わらず私のお世話するのが好きだよね。こっちは笑えないのよ。次はどんなわがままを言ってお母さんたちを振り回してるのよ。はあ？別に私わがままなんて言ってないもん。ただ最近結婚したくなったからお母さんにいい人紹介してってお願いしただけだもん。あんたが結婚したいって珍しいじゃない。今まで結婚なんてただの束縛でだるいとか言っていたくせに。いろんな男の人と遊ぶのに飽きたんだよね。それでそろそろ安定したいっていうか。でも結婚相手はさすがに慎重に決めなきゃじゃん。それで私の希望条件を出してみたら、まさかのユージさんがぴったりなの。外見も実は気に入っていたんだって。いろいろと初耳なことばかりだわ。外見も私好みで、仕事も肩書きも申し分なし、まさに私にぴったりの人だから、もちろん譲ってくれるよね。お姉ちゃんも私に幸せになってほしいよね。どうやったら姉の旦那を譲ってもらえるなって思えるのかしら。あんたもお母さんもどうかしてるわよ。そんなこと言わないでよ。お母さんたちは私に幸せになってほしいだけなんだから。娘思いの素敵な両親じゃない。妹思いの間違いでしょ。可愛い妹のためなら同じ娘の姉は不幸せになってもいいみたいだし。そりゃそうだよね。お母さんたちは昔から私ばかり溺愛してるし、お姉ちゃんのことは何も気にもしてないでしょ。そうね、あの人たちは昔からそうだったわよね。私たち姉妹の中で妹のあんただけ溺愛して私には無関心。私はずっとお姉ちゃんだから我慢してって言われていたわ。どんなわがままを言ってもいつも私の味方で受けるよね。
お姉ちゃんの服が欲しい、靴が欲しい、おもちゃが欲しいって言っても、お母さんたちは一回も私に怒ったことなんてないんだから、むしろ譲ってあげないお姉ちゃんだけが怒られていたよね。ねえ、そうね。それぞれ個別の部屋だってあるのに、あんたが私の部屋を二つ目の自分の部屋にしたいって言い出して、さすがにそれは止めるかと思いきや、すぐに私から部屋を取り上げたよね。うわー、懐かしい。そんなこともあったよね。それでお姉ちゃん、その日からリビングに布団敷いて寝てたよね。毎晩めじめに布団敷いてて、ほんと面白かったよね。あまりにも扱いが違うし、リナへの出来合いっぷりに姉として見過ごせないのもあるし、それが嫌で家を出たのに、まさか大人になってもまたこんな思いをするとはね。いつも私ばっかり溺愛されててごめんね。でもたとえ親でも可愛い子供とブスな子供だったら、どうやっても可愛い子への愛の方が大きくなると思うんだよね。だからお父さんとお母さんは悪くないからね。はぁ？でももうこんなの昔からなんだし、さすがに慣れたでしょ。服もおもちゃも部屋も取られたことがあるお姉ちゃんなら、別に旦那さんを取られても何も驚かないよね。お姉ちゃんなんだから妹に旦那くらい譲って当然。プププププププ、私のせいで独身生活に逆戻りね。離婚したの2年前だけど。え？だからどうぞ安心して結婚したら。もうあいつは私の夫でもないし、妹と再婚しようがどうでもいいわ。え、ちょっと待って、離婚してるってどういうこと？しかも2年も前って何よそれ。そんなのお母さんから聞いてないよ。もっと報告してないもの。妹で気合いの両親は姉にはものすごく厳しいからね。どうせ、なんで離婚した？離婚されるような女は恥ずかしいって、私ばかり罵倒するのが目に見えているもの。だから誰にも何も言っていないの。はぁ？何をそんなに怒ってるのよ。わざわざ姉に離婚をお願いしなくてもよかったんだから。あんたたちとしてはラッキーみたいなものでしょ？何言ってるのよ！そんなのつまんないじゃん！お姉ちゃんを無理やり離婚させたらもっと面白いと思ったのに！とことん性根が腐ってるわね。大方そんなことだろうと思ったわ。なんで離婚なんてしちゃったのよ！あ、もしかして、ユージさんに捨てられたとか？可愛い妹の私とお姉ちゃんを比較して、もう結婚生活が嫌になって捨てられたんだ。うつよりも可愛い子がいいって浮気でもされたんでしょ。え、そうよ。浮気されて離婚したの。ウケる。マジで離婚されてたのか。お姉ちゃん雑魚すぎ。よくそんなんで女として生きていけるな。は？きっとお姉ちゃんのことだから浮気するようなユージさんが悪いと思ってるんでしょ。でもね、本当は違うんだよ。こういうのは浮気される方が悪いんだから。じゃあ何よ、私が悪いって言い訳？そうだよ。でもその点私は可愛いから浮気なんて絶対にされないし、お姉ちゃんと違って超幸せな結婚生活できちゃうもん。それじゃあ早速大企業勤めのユージさんと結婚してこようっと。ねえお姉ちゃん、あのさ、ユージさんがさ、今借金3000万抱えてるって本当なの？ね、そうよ。浮気で離婚したって言ったでしょ。実はその時の浮気相手がどこかの会社の奥さんだったみたいでね、相手の旦那さんにブチギレられて慰謝料として3000万も請求されたみたいなのよ。嘘でしょ。浮気の慰謝料ってそんなに請求できるものなの？請求するのはいくらだってできるわよ。でも大抵は相手が払える金額を話し合って決めるところだけど、相手が会社社長じゃねえ。ユージはどんな金額でもイエスって答えるしかないわよね。職場に殴り込みに行ってもいいんだぞって言われて、泣く泣く慰謝料3000万の要求を飲んだみたい。そんな嘘でしょ。顔も良くて大企業勤めで、次男で何も言うところなしなのに、なのに借金3000万だってありえないよ。でもよく気づいたわね。あのまま私が黙っていれば何も知らないまま入籍して面白いことになると思ったのに。はあ、だからこの間教えてくれなかったの？わざと借金のことを教えないなんてひどすぎるでしょ。流れの仕返しと思えば可愛いものでしょ。知っていることは全部言わなきゃいけないって法律もないんだし、それにあんただってギリギリで回避できたんだからいいじゃない。結果オーライってやつね。可
愛にできてないからこんなに焦ってるんでしょ。ひどいお姉ちゃん。お姉ちゃんが借金のことを教えなかったせいで私もユージさんと結婚しちゃったんだから。え、もう入籍しちゃったの？そうだよ、言っちゃったよ。借金のことも何も知らないまま入籍しちゃったよ。お姉ちゃんの予想通りになったんだよ。嘘でしょ、入籍するにしても早すぎるでしょ。だって早く結婚して専業主婦になりたかったんだもん。ユージさんは大企業勤めだし、もしかしたら他に女がもういるかもしれないじゃん。だから早いうちに入籍しておいた方がいいと思ったんだもん。それで入籍して、いつ借金のことが分かったのよ。入籍してすぐユージさんが打ち明けたの。借金3000万もある俺を受け入れてくれてありがとうって。お姉ちゃんから全部聞いてると思ってたみたいなの。あら、全部お姉ちゃんのせいなんだからね。どうにかしてよ。この結婚は間違いだったから離婚してって言っても、ユージさんは絶対に離婚しない。借金返済も手伝ってもらうからなって。どうしてくれるのよ。もう面白くないでしょ。予想通り面白い展開になってくれてありがとう。でも自分から入籍したんだから、その責任は自分で取ってよね。そんなに困ってるなら大好きな両親に泣きつけばいいじゃない。私と違って溺愛してくれる両親なら何とかしてくれるんじゃない。どうして助けてくれないのよ。愛か、実の妹が困ってるのよ。姉として助けてあげるのは筋ってものでしょう。あんな妹助ける義理も筋もないっつーの。それに妹お兄さんのことならお母さんたちが助けてあげたらいいだけでしょ。あんなに溺愛してていつも尽くしまくっているんだからさ、借金に巻き込まれたリナのこともいつもみたいに助けてあげなよ。そんな簡単に言わないでよ。助けるって言ったって借金3000万なのよ。こんなの無理に決まってるじゃない。無理でも頑張ってあげなよ。私はもうあの子ともお母さんたちとも縁を切るの。何をどう言っても助けてなんてあげないんだから。ちょっと待って、縁を切るってどういうことよ。そのままの意味だよ。もうお母さんたちと家族でいることに疲れたの。小さい頃から妹にはばかり溺愛するわ。挙句の果てに姉に旦那を譲るって言い出すわ。私はもう二度とそんな人たちと関わりたくないんだよね。でもユージさんとはもう離婚していたじゃない。だからね、今回のはセーフでしょ。でももしまだ離婚していなかったら、そんな時は無理やり離婚させていたんでしょ。私が嫌だって言っても無理やりユージを妹リナと結婚させるつもりだったよね。それはそのそうだけど、リナにも幸せになってほしかったのよ。あなたはユージさんとはもう何年も結婚生活を過ごしているんだからさ、それなら少しぐらい譲ってあげてもいいと思ったの。相変わらずのぶっ飛んだ考え方だね。本当にお母さんたちには呆れるよ。こんなことなら早いうちに縁を切っておけばよかったわ。待ってよ、愛か。お願いだから縁を切るなんて言わないで。娘に縁を切られるなんてこんなに悲しいことはないわ。お母さんたちにも可愛くて大好きなリナがいるんだからいいじゃない。私なんていなくても、リナさんいればお母さんたちは幸せでしょ。私のことは気にせず、これからも妹をリナだけで溺愛しないよ。そんな意地悪言わないで。借金3000万も抱えた娘はもう手に負えないわ。私たちの娘は今日から愛か、あんた一人だけよ。はあ？まさかあれだけ可愛がっていたリナを見捨てるの？天使みたいで可愛い可愛いって言ってたのに。そりゃあの子は可愛くて好きだけど、でも借金3000万を抱えた娘っていうのはね、当然お母さんたちも助けてくれるよねって私たちを当てにしてる態度も気に入らないし、もうついていけないわ。リナがそんな風になったのはお母さんたちのせいでしょ。散々甘やかしてきたら借金3000万も甘やかしてあげたらいいじゃない。肩代わりして返済手伝ってあげなよ。そんなお金あるわけないでしょ。だからお願い、もう私たちの娘はあんただけ、縁を切るならリナだけにしてちょうだい。あ、そうだわ、今度お父さんと3人で外食にでも行きましょう。あはは、3人での外食なんて初めてでドキドキしちゃうわね。誰があんたとご飯なんて行くもんですか。私はあんたたち両親と妹リナと縁を切るの。もう誰一人私の家族なんかじゃない。この連絡先も全部捨てるし、二度と会うこともないからね。なんですって？今更勝手なこと言ってんじゃないわよ。それじゃ、リナとユージと仲良く借金生活頑張ってね。その後すぐに私はスマホを変え、
仕事も住所もすべて親や妹が知らないところへと変えました。友達や親戚には事情を説明してあるので私の居場所がバレることはないと思います。そして私に縁を切られた両親たちはというと、いつの間にか借金の連帯保証人にされていて、いよいよユージから逃げられなくなったと聞いています。実はユージたちと同居しながら天使のように可愛い妹リナは夜のお仕事に、両親もパートや日雇い仕事に励んでいるようです。時たまリナが働く店に大企業勤めのユージが接待として仕事関係者を連れてくるそうですが、結婚していることは店にも会社にも秘密なようで、お互いに客と従業員の演技をしてるんだとか。目の前で妻が他の男の接客についたり、夫が若い子とイチャつくところを見ないといけないなんて、リナの念願の結婚生活はかなりハードモードのようですね。ちょっとゆいちゃん、会場にまだ料理が運ばれていないじゃない。一体どうなっているのよ。お疲れ様です、早川さん。料理なら今急いで運んでいますので、もうしばらくお待ちください。はあ、会社の創立記念パーティーはあと1時間で始めるわよ。それなのにまだ料理を運んでるってわけ？大丈夫です、絶対に間に合わせますから。間に合わせるって言ってもこんなギリギリなんてね。ああ、これだからブス2人に大事な幹事を任せたくなかったのよ。ブス2人ってお言葉ですが、こんなギリギリになってるのは誰のせいだと思っているんですか？はあ？全部早川さんのせいでこうなってるんですよ。当日勝手に早川さんが会場変更したから、そのせいで私も同期のあかりちゃんも忙しいんじゃないですか。勝手にって失礼ね。私はあんたたちの上司として助けてあげたのよ。私が機転を聞かせてあのみすぼらしい会場をキャンセルしてあげたんだから。何が起点ですか？私たちはそんなこと頼んでいません。なのに当日勝手にパーティー会場を変更してみすぼらしい会場っていうのも失礼ですよ。私たち幹事2人で頑張って都内でも有数な人気会場を抑えたのに。あんなところが人気会場ですって？あんたたちってセンスまでおブスなのね。何ですって？ああいうのは老舗という名のただのボロ会場なのよ。我が社の記念すべき創立100周年パーティーにはふさわしくないわ。でも予約する前にちゃんと早川さんに確認お願いしましたよね。その時はこの会場でいいって言っていたじゃないですか。そんなこと言ったかしら。全く記憶がないわね。ってことできっとブス社員2人の捏造記憶ね。はあ？まったく、ついには上司に捏造して責任を押し付けるなんて。これだから結婚したブスは困るのよね。浮かれて仕事でミスはするし、勝ち組だと勘違いして傲慢になるし。それどういう意味ですか？私と同期のあかりちゃんが最近結婚したこと今は関係ないですよね。関係終わりよ、こんなブス部下どもめ。私より先に結婚したからって浮かれてるんじゃないわよ。いい？もし創立記念パーティーが失敗したら、あんたたちはすぐに地方部署に左遷してもらうんだからね。早川さん、いい加減にしてくださいよ。もう我慢の限界です。私たち二人が結婚したからというものを、嫌がらせを毎日毎日。今回の幹事も私たちを陥れようとして指名したんですよね。それで会場も勝手に変更して最低ですよ。うるさい、部下のくせに口答えしてるんじゃないわよ。上司である私に文句を言う暇があるなら手を動かしなさい。料理が一つでも遅れたらあんたたちは左遷だからね。なんて理不尽な。ああ、それとあんたたちが予約した会場のことだけど、あそこのキャンセル料で100万かかってるからね。そのお金も全部あんたたち幹事で払っておきなさいよ。そんな、早川さんが勝手に変更したんですよ。でも幹事はあなたたち2人だもの。それじゃ私は会場で社長や出席者をお待ちしているわ。あんたたちは早く会場準備を終わらせなさいよ。ちょっと、あんたたち今どこにいるのよ。社長の開催挨拶が始まったわよ。幹事が会場に遅れるって何してるのよ。早川さんのせいで後始末に追われてるんですよ。
なんとか料理やセッティングは間に合いましたけど、その次は最初にお願いしていた会場に謝罪して、こっちがどれだけ振り回されてると思ってるんですか。最初からセンスのいい会場を押さえなかったあんたたちが悪いんでしょ。それよりも早くこっちに来てなんとかしなさい。一体次は何ですか。今こっちにキャンセルした会場のオーナーが来てるみたいなのよ。だからゆいちゃんたちで早くこいつを追い出してちょうだい。え、遠目から見た感じは結構なイケメンね。まさかあのオンブロ会場のオーナーがこんなイケメンだったなんて。分かってたらあのまま使ってあげてもよかったのにね。遠目からって何してるんですか。せっかく来ていただいてるんですからご挨拶してくださいよ。私たちが会場に着くのは早くても20分後ですし。挨拶ってバカ言ってんじゃないわよ。可愛いイケメンでもあっちはキャンセル先のオーナーよ。こうして乗り込んでくるくらいに怒ってるのよ。下手に近づくわけにはいかないわ。つまり気まずいから逃げ切りたいってことですか。気まずいのも全部早川さんご自身のせいなのに。こういう対応も幹事の仕事でしょうが。私は面倒ごとに関わりたくないし、あんたたちが追い返しなさい。いいえ、早川さんがまず対応してください。勝手に動いた幹事の上司にも責任はあります。後ほど対応変わりますので、まずは彼に挨拶をお願いします。うるさい、私はやらないって言ってるでしょうが。なら警備員につまみ出させるわよ。あんたたちのせいで大事になるけどいいのよね。警備員、さすがにそれはやりすぎです。彼は何も悪くないのにやめてください。じゃあ早くあんたたちでどうにかしなさいよ。キャンセルした会場のオーナーが乗り込んできたのよ。幹事のあんたたちが追い返さないと警備員を呼んじゃうからね。彼は社員の家族で招待客です。え？だから警備員を呼ぶのだけをやめてください。さすがにそれはフォローしきれません。え？社員の家族ですって？そうですよ。今日の創立記念パーティーは社員の家族も参加できますよね。だから彼も来てくれたんですよ。ちょっと待ってよ。じゃああのオーナーは怒りの乗り込みじゃないってわけ？うちの社員の誰かの夫ってわけ？そういうことです。社員の夫ということで今回はご協力をいただいたのに、それがこんな結果になってすごく申し訳ないですよ。なのに上が決めたことなら仕方がないと許してくれて、こうして記念パーティーにも参加してくれて。どうしましょう。あの会場のオーナーが社員の家族だったなんて。しかもあのイケメンクラスはきっと役員レベルのパートナーね。私たらとんでもないことを。ああ、それは誤解ですね。役員ではなくあかりちゃんのパートナーですよ。は？だから同じく幹事を任された同期のあかりちゃんです。オーナーさんはあかりちゃんが先日結婚した旦那さんですよ。なんですって？あのあかりちゃんの旦那さんがこんなイケメンだなんて。しかも老舗会場のオーナーって玉残しじゃない。すごいですよね。だから同期のつてで会場をお願いできたのですが、結局こんな残念な結果になってしまって、ただでさえ申し訳ないのに招待客でもあるからと駆けつけてくれて、本当に頭が上がらないですよ。そんなあのブスのあかりちゃんの旦那さんがこんなイケメンだなんて。後ほど妻の上司である早川さんにご挨拶したいとのことですよ。その時になぜオンボロ会場だと思ったのか、詳しいご意見を聞かせてほしいとのことです。え、今後の経営展開の参考にしたいそうです。大人な方でよかったですね。参考って、そんなのただの嫌がらせでしかないのに理由なんてないわよ。じゃあそう伝えてください。奥様がブスのくせに結婚したのが気に入らないから嫌がらせのために当日ドタキャンしてやったと。え、そして心から謝罪してください。いつも私たちに嫌がらせしてるのは耐えられますけど、こんな大勢の人を巻き込む嫌がらせはさすがにひどいです。巻き込んだ方々にはきちんと謝罪してくださいね。うるさい、部下のくせに偉そうにしてんじゃないわよ。大体ね、大勢って他に誰がいるのよ。あんたとあかりちゃん夫婦なら別に謝らなくてもいいでしょ。部長にも謝ってください。え、部長にも。部長も手伝ってくれました。学生時代にデリバリー配達の経験があるからと
率先して今日の料理選びを手伝ってくれましたよ。なんですって あんたたちなんてとんでもない人を足気に使っているのよ。部長に料理運ばせるなんて。特別に社用車を使う許可も出していただいて本当に助かりましたよ。部長がいなければきっと創立パーティーは失敗していましたね。もう今すでに大失敗、大失態よ。部長にお願いするとか、あんたたちの上司である私が恥をかくじゃない。あんたたちよくもやってくれたわね。それ早川さんが言います。一番の元凶はあなたですよ。うるさい。あんたたちはこの大失態にまだ気づいていないっていうの。なんとかギリギリ会場セッティングして料理が間に合いました。私たち幹事もあと少しで会場に着きますし、何か問題ありますか？問題しかないじゃないの。今日部長は有給休暇を取得してたのよ。会場準備に休日の部長のお手を忘れをするなんて、あんたたちとんでもないことしてくれたんだからね。私は夫を頼っただけです。え？部長としてではなく夫として頼んだんです。有給でパーティーまでのんびり過ごしていた夫には申し訳ないですが、妻としては非常に助かりましたよ。夫も気にしないでと言ってくれましたし。夫って私も先日入籍しましたけど、お相手は部長です。私部長と結婚したんですよね。なんですって。社内結婚なんてあまり人には言っていませんので、今後も内密にしていただけると助かります。待って、結婚って部長と あんたが結婚？年は離れていますが、実は地元でお世話になった幼馴染みなんです。就職先で再会してそのままお付き合いを始めました。嘘でしょ。じゃあ会場が変更になったことも、私が勝手にキャンセル変更したことも、今日以前の今までの私の嫌がらせとかも。はい、すべて私の夫部長もご存知です。もう少しで私たちも到着します。私の夫もぜひ早川さんとお話をしたいと言っていますので、後ほどお声掛けさせていただきますね。話ってもうこれ絶対私が終わりやつじゃないの。どうしよう。全ての嫌がらせがまさか部長に筒抜けだったなんて。では一旦これで失礼します。お互い地方左遷にならないように創立パーティー頑張りましょうね。パーティーが無事に終了した数日後、勝手な会場変更などの嫌がらせを理由に、早川さんには地方左遷の処分が言い渡されました。人事部調査によると、私たちだけでなく、自分より先に結婚した女性社員にはちょこちょこと嫌がらせを重ねていたそうです。そして会場変更のキャンセル代100万円は全て早川さんが支払うこととなり、地方勤務先からの給料天引きで毎月分割で支払われているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。